はい、皆さん、こんにちは。アイジアできてる、ブルブルです。ブルブルのケイちゃんです。えー、バンコクに帰ってきてですね、ブルブルのケイちゃん。えー、この動画がですね、バンコクに帰ってきて、2本目かな ?2 本目のね、動画になりますけども、えー、これからまたね、バンコクの自宅の方で頑張ってね、動画撮っていきたいなと思っております。でですね、あのー、昨日ですね、 実は、えー、バンコクに帰国をして1本目、2本目かな、あの動画を撮らさせてもらってからですね、皆様にいっぱいコメントをいただいてですね、あの、マリナでのお仕事、あの、お疲れ様でした、とかね、無事に帰ってこれてよかったですね、とかですね、PCR の検査、あの、無事に陰性でよかったですね、とかですね、いっぱいですね、ご支援の、えー、コメントをいっぱいいただきまして、本当にありがとうございました。あの、 えまあ一応ですね、PCR も陰性で大丈夫でしたし、まあ一泊のね、えー、隔離があったんですけども、えー、まあ無事にですね、えー、なんともなく、えー、自宅の方に戻ってくることができましたと,ということで、あの、いずれにしてもですね、皆さんからいっぱい励ましのですね、えー、コメントをいただきまして本当にありがとうございました。ということで、えー、今回ですね、えー、自宅からの動画配信ということで、 でですね、えー、案の定ですね、えー、今現在ね、朝、えー、一番にこの動画を撮ってるんですけども、いや、やっぱりね、いろいろね、朝一番でいろいろ入ってくるんですね。でね、今回ね、えー、ちょっと紹介させてもらうのは、女性自身の、えー、女性自身だっけなあごめんなさい、女性セブンですね。えー、女性セブンの、ね、記事なんですけども、 あの、最近ですね、女性セブンもね、いろんなね、その k k 夫妻の写真をバチバチと撮ったりとかしてですね、いろいろ活躍されておりますよね。あえてね、活躍なんてことを言いますけども、その中でね、今回の記事に関してはですね、一応あの、k k の息子はあの7月に行われる3回目ですね、3回目のニューヨークの司法試験を受け 受ける、頑張ります、なんていうことを、えー、例の奥野総合法律事務所の奥野所長にね、頑張ります、次こそ、次こそは頑張ります、なんてことを言っとりますですよね。えー、その中で、本当に3回目の試験受けられるのビザの、ビザが失効しちゃってね、そんなことはね、強制帰国な、になる可能性もあるし、そうなっちゃうとね、3度目の試験なんか本当に受けられるの、受けられないんじゃないの。 っていうようなね、えー、ことまでこの記事,記事の中ではね示唆,を示唆をしとります。というようなねそういったような、まあ、状況ですというようなことをねこの女性セブンの、ね、記事の中では訴えております。いやね本当にねこの,あのニューヨークのですねこのトンズラ夫妻に関わるような話で言うと、まあ、ビザの問題もしっかり、えー、実際のですね海外拠点 何の海外拠点なんですかそれとですね、私もあの、昨日ちょっとね、あの、えー、動画で配信させていただいた通り、あの、えー、今月のね、5月号のテーミスなんかでも言ってました通り、当の本人たちは昼夜逆転で夜中なんかゲームしまくっててですね、昼間寝てるだとかですね、何なのみたいな感じですよね。まあ、そういうような状況の中で本当にね、 これがね、元皇族の方がされているような生活状況なんですかこれがね、彼らが言ってた、えーまあ、M 子さんがね、例の昨年の10月26日の結婚会見でも、海外の拠点を KK 息子に、えー、先に,先に、ね、作ってもらうようにお願いしてましたなんて言ってましたけども、夜中にね、ゲームをすること自体がね、海外の拠点なんですかっていうふうに思えちゃいますけどね。 で、挙句の果てにもしかしたら強制帰国かもしれないなんてことがね、こういうふうに記事に書かれちゃってるわけですよね。で、えー、まあね、この記事の内容ちょっとね、えー、まあ解説をさせてもらいますけども、ちょっとまたね、新しい話なんかがね、出てます。COS なんていう言葉が出てきてね。まあなんかね、このビザに関してもいろんな新しいね、言葉が出てきますね。 えー、でですね、えー、まあ、まずね、いろいろその、今現在の OPT がね、もう切れちゃうよとかですね、H1B ビザ、これ申請ね、えー、してるんですかもう、ロークラークだからできませんね、とかね、まあ、ここら辺の話はもう皆さんご存知かなという気がいたしますけどもね。で、多くの、多くの、えー、所長に対してはね、7月頑張りますよ、なんていうことを言ってますけども、学生ビザも切れちゃいますよね。どうすんですかみたいな中で、 えー、ただねえっとビザが取得できなければそもそも KK 息子さんは7月の試験日までアメリカに滞在できない可能性がありますとギブアップして帰国するほかありませんアメリカ国内にいながらビザの種類を変える COS アルファベットでね COS という手続きもありますが審査完了までの時間が読めない許可されるまでに1年以上かかるケースもある らしいですまた一部では KK 息子が大学に入り直し再び学生ビザを取り直す可能性も報じられましたが COS に頼れないとなると異なるビザを取得するためには一時帰国せざるを得ないというようなことを在住のアメリカ在住のジャーナリストの方が言われているまあこの大学に入り直すというこの話は おそらくはあれなんでしょうね。あの、ウィスコンシン州の無試験弁護士の話じゃないでしょうかね。で、今回なんか新しい言葉ができたこの COS。これちょっとね、なんだかわからなかったので、ちょっとね、調べてみました。でですね、この COS という言葉に関してですね、具体的にちょっと説明している、実はね、日本語のサイトなんかもあったんですね。でね、それがね、実はね、移民法相談室というですね、そういったような えー、ウェブ、ウェブ質というかですね、ウェブ情報があって、それもね、ちょっとね、概要欄に貼っときます。でね、ちょっとね、それのね、えー、ちょっと書いてあるところ、ちょっとね、説明しますけどもね、これまたね、あの、概要欄に貼っときますので、ご興味のある方は、あとね、ご覧になってもらえればいいと思うんですけど、この COS というのは、えー、Change of Status。要は、ビザのステータスの変更ということなんですね。 で、その Change of status これ何かというと、現在持っている非移民ビザから違う種類の非移民ビザに変えることだよと。で、アメリカで、アメリカ国内で変更することを言うらしいんですね。え例えば F1 ビザえ、学生ビザから H1B ビザ、えー、その就労ビザですね、に変更するときは Change of status の申請が必要になりますと。この申請は フォーム i539 というフォームがあるらしいんですけど、それによって行いますと。チェンジオブステータスはアメリカ国内で行う変更を指しており、指していて、日本に一時帰国して違うビザを変更、違うビザを取得するのはチェンジオブステータスではありませんと。いうことで、アメリカ国内で、さっき言いましたように、例えば、KKM スクの場合で言えば、 F1、えー、ビザのですね今現在 OPT ですけれどもその学生ビザの延長から H1B ビザ、えー、俗に言われる就労ビザに変更するような場合はアメリカの国内でそういったようなこともできますというようなことを COS と言われるんですけれども、えー、これはですねこの、えー、実際のこのですね女性セブンの,、えーこ,のえー、このアメリカの在住ジャーナリストの方が言われているには時間がものすごいかかると。 いうようよなことらしいですね、えー、なので、実質的には難しいというようなことらしいですね。でね、ちょっとね、えー、今のはね、ちょっと私が読み上げたのは、えー、っとですね、移民法相談室というですね、日本語で書かれているウェブサイトの情報なんですけど、これ、以前もね、ちょっと私紹介させてもらったんですけど、ホームランドセキュリティというですね、アメリカの国土安全保障省。 の、えー、ホームページがあるんですけども、えー、これはね、もう、えー、アメリカの、えー、国内の機関のね、実際の、えー、ホームページですので、そちらもちょっとね、ググっていました。で、そちらにもね、書いてありました。でですね、その具体的にこのチェンジオブステータスはなんちゃらみたいなことでね、えー、英文でね、つらつらと書いてあって、まあ、英文今回ちょっと読みませんけど、まあ、内容的にはね、今ちょっと日本語で読み上げたような内容と同じなんですね。 で、要はね、どういうことかっていうと、そのアメリカで国内の、アメリカ国内でビザを変更するときに、そのね、え実際に、えー、そのビザの、に伴ってですね、その滞在してる人間が、その非合法な行いをしてないとかね、まあちゃんとした、 えー、滞在をしているとかね、そういったようなことにおいては、そういうビザの変更を行うことができるというようなことが、確かにですね、チェンジオブステータスということで、そのアメリカのホームランドセキュリティのホームページ上に載ってます。これもね、一応ね、概要欄に貼っときます、えー。ということなんで、ちょっとね、ググった結果として、そういったようなことで、確かにこういうね、制度が、えー、公式にですね、ありますということが分かりました。 えー、ということでね、ググリのケイちゃん、ちょっとググってみましたということなんですね。えー、ただ、えー、ちょっとね、この女性セブンの、えー、この記事にあるように、どうもこれはね、時間がね、1年以上かかるケースもあるというようなことですね。ということで、実質上は難しいという話なんでしょうね。えー、ということです。で、えー、まあ、そういったようなことが書いてあってですね、 要は、OPT の期限が5月とかね、遅くとも7月ぐらいには切れるというような中で、実際に奥の総合法律事務所の奥野さんにはね、再びこうやって電話でね、次頑張りますとかね、5点足りませんでした。残念ですみたいなことを言ったらしいですけども、実際はまたね、いい加減なこと言ってるんじゃないのっていう話ですよね。実際はこういった OPT のビザの問題があるから、もしかしたらもう強制帰国になっちゃうんじゃないのそうしたらね、7月に、 えー、アメリカにいらないから、実際そんな試験も受けられないんじゃないのっていうことを、この女性セブンの、えー、記事が言ってるって話ですね。まあ、そういうようなことを言ってるわけですね。で、えー、でですね、たやですね、この M 子さん、M 子さんのこともちょっとこの記事の中では言っとります。えー、要はね、まあ、あの、実際ね、なんか、 アメリカの大学病院にね、あのー、通院したなんていうことも出ておりましたよね。で、それがね、えー、もしかしたら誤解人かもしれないね、みたいなことでね。そういったような場合に、えー、今現在のその滞在期間が延長されるかもしれないっていうことも書いてあるんですけども、えー、例えばね、妊娠や出産といったようなことがビザ取得や在留資格に影響を与えることはまずありませんと、えー。ビザの執行時に、えー、出産間近で無理な え、帰国が母子共に悪影響を与えるといった場合には人道的な配慮から少々の滞在延長を認めることはあるかもしれません。ですが、それは非常に危有なケースですと。えー、というようなことで、そんなにね、長い期間ね、えー、長くね、延長が認められるというようなことはありえません。ということを例のですね、これ、清原さんですね。<laughs> えー、例の清原弁護士がそんなことを、えー、女性成分の記者が取材をかけたという話ですね言ってたという話です、まあ。というようなことで、まあ、今回のこの女性成分、いろいろ最近女性成分を追っかけてますねというような中の新しい話としては、まあ、COS というです、ね、アメリカの国内で延長するビザを延長する、えー、ビザを切り替えるという、ね、チェンジオブステータスという制度はあるにもかかわらずそれは時間的に、えー、時間がすごくかかる。 というようなことがあって、実際には非常に無理だというようなね、えこと。しかもですね、今現在の OPT からどのね、ビザに延長するかもはっきり言ってよくわからない。というようなことがあるのでえ、実際強制帰国なんていうことがあって、今現在、もしかしたら5月にね、帰って帰国するかもしれないって話になっておりますよね。 というようなことになると、本当に7月試験を3回目受けるんですかっていうような新しい疑問が出てきてるっていう話を、えー、ちょっとね、そこをベースでお伝えさせていただきました。はい、皆さんどのように思うでしょうかね。もう本当にね、お騒がせ、えー、ニューヨーク、トンズラ夫妻ですというね、続報版のニュースでした。はい、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次のニュースをね、バイバイ。